挑戦者230パウンド、リック・マーテル。宣戦布告92。金沢石川県産業展示館に集まったお客さんから大きな拍手が湧いています。セミファイナルの SWS 認定ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオンの佐野直樹、そして挑戦者のリック・マーテル。菊池さん、はい、楽しみな試合ですね。これもそうですね、あの去年の12月12日東京ドームで、まあ、佐野の SWS ジュニアヘビー日本代表決定リング戦に勝ち残って、このマーテルと決定戦をやったんですよね。はい、マーテルとしては当時佐野はまだ格下だと思う油断もあったんでしょうけど、まあ、佐野は初代王座につきましたよね。はい、ただ対戦成績は1勝2敗なんです。あはは、あのマーテルがあの SWS これで4度目の途上ですけど、あ去年の8月この回横浜アリーナで佐野が勝ちまして、11月4日函館大会では負けてるんですよね。あ3度目の12月12日の王座決定戦で勝ってます。ですから今佐野が2勝1敗とリードしてますけど、やはりキャリアからいってもマーテル、まだまだあの年からいってもそうですね。まあ、とにかく AWA 世界ヘビー級王者についた男ですからね、今の怪物と言われているジャンボ・ツブタに勝っての王者ですからね。早い動きで早くも抑え込みに行きました。これは早すぎました。カウント1、チャンピオンの佐野直樹4回目の防衛になります。60分一本勝負。クリーンに分かれました。大きな拍手が湧いています。石川県産業展示館。お、早くもこれ口切ってるんですか。いや、口紅塗ってるんじゃないですか。口紅か、いやいや、そうですかね。あ、切ってますね。切ってますね、はいはいはい、早くも切っています。いや、切るような動きはありましたかね。ちょっと気がつかなかったですね。なんとか反撃の体勢に移りたい佐野。おっ、いった、小手小手。これこそ スリーパーに決めていきます。起き上がろうというビッグマーテル。そして逆に返していきますリック・マーテル。この辺りは力があります。うん、激しい力比べ。館内からも拍手が湧いている。石川県産業展示館、投げました。相当しかし佐野の左腕は痛んでいます。また左腕。この辺りの攻めはうまいですね。さすがにね、ちょっとしつこいですけどね。今度は逆にスリーパーだリック・マーテル。濃い攻撃を続けますリック・マーテル。なんとかなんとかいい体勢に持ち込みたい佐野直樹なんですが、抱え上げた。さあ今度はその足を攻めていく。トーホールドの体勢に入っています。攻勢に転じました。この辺りなかなかいい攻めなんじゃないですか。そうですね、はい、ただ佐野はやっぱり激しくスピーディーな展開になった時に本領が発揮できるレスラーですからね。
が、マーテルが上になった。おっとスリーパーちょっと首に入ってるか、ちょっとチョーク気味ですね、チョーク気味です。ロープに逃れました佐野。首を攻める、抱え上げた、そしてあっと強烈なドロップキックを見合った。飛ぶのをやめた佐野。この辺りはどうだったんでしょうか。今の佐野は飛ぶ意思はあったんですけど、マーテルがその隙見せなかったですね。はは、下手に飛んで自爆ということも考えられたわけですね。ショルダースルー、さあ足を取った、返せるか。ボストンクラブの体勢に入った。マーテルが耐えている、リック・マーテルが耐えています。だんだんこの髪が乱れてまいりました。綺麗にセットしていたそのキザなマーテルの髪が乱れてまいりました。かなり強烈に決まっています。なかなかマーテルが逃れられません。今度は一旦外して、今度は佐野の方から外しに行きました。ロープブレイクです。ギブアップしないと言って STF に移行したんですけどね、懸命に締め上げますリック・マーテル。小手小手、おっと反対を返した。抑え込みに入りました。これは返します。またスリーパーに行きました。この試合両選手かなりこのスリーパーに行きますね。ですね、2人とも相手のスタミナを奪う、まずスタミナを奪ってという長期作戦じゃないですかね。10分経過、SWS 認定のジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオンの佐野直樹にリック・マーテルが挑戦しています。返した、バックドロップ、今のは綺麗だったですね、かなりこれはダメージがあるか。しかしマーテル返します。相当後頭部を強打しましたリック・マーテル。そして今度はどうだ、なだれ式だ、なだれ式のブレンバスターの体勢だ。抱え上げられるか、なだれ式のブレンバスター、カウントは2です。ああマーテルのエルボー、もう開いた、逆に回転固め、マーテルが1回2回と膝を下ろします。そしてまたスリーパーだ、執拗にこのスリーパーホールドに行きます。マーテル、ヘッドロックに移行してまいりましたリック・マーテル。そして佐野がチャンスを見てバックドロップに持っていけるか、あるいはロープに飛ばすか。投げられてしまった、しかしマーテルの攻撃見てますとこの地味ですがねちっこいですね。ねちっこいですよ。で決めるとこピシッと決めてますからね、かなり応えますよあれは、そしてあっ、抑え込みの体勢に入られてしまった佐野。カウントはカウントは2です。さあ今度はまだニュートラルコーナーから飛んだ、
佐野フライングボディアタックからカウント3、あっという間に決まりました。佐野直樹12分30秒、 SWS 認定のジュニアヘビー級タイトル防衛です。一瞬でしたね。そうですね、意外なフィニッシュだったよね。はい、タイトルを防衛いたしました佐野直樹選手。しかしどうなんでしょう、佐野の持ち味が十分に出たと。